環境省は茨城県で発見されたアリはヒアリではなくよく似た別の外来種赤カミアリだったと訂正しました環境省は12日に日立大田市の工業団地に下ろされたコンテナから見つかったアリ24匹について当初はヒアリと発表していましたしかし鑑定し直したところ24匹全部がヒアリに似た外来種の赤カミアリだったと訂正しました 環境省は採取した個体の保存状態が悪かったので再鑑定して赤カカミアリと分かったと説明しています。